皆さんこんにちは。今日は久しぶりにキッチンからの撮影をしようと思いました。っていうのもちょっと皆様にご報告しておきたいことがあるんです。明日からバカンスに出かけますので、動画しばらく投稿をお休みさせていただこうと思います。おそらく2週間ほどお休みさせていただくことになると思います。なので何もご報告しないで動画をしばらく配信しないと心配をおかけしちゃうかなと思ったので、ご連絡しておこうと思いました。でいつも私、今までのバカンス、プーリアに行った時だとか、クレタ島、去年はクレタ島に行ったんですけど、その時のバカンスの様子は動画にしたんですね。でも今回は動画にしないかもしれないです。っていうのも、私もちょっとリラックスを優先にしたいなって思ってるんですね。動画作ろうと思うと、その都度シーンを逃さないように動画撮らなければいけなかったりするので、結構精神的に、ちょっとしがらみができちゃうような感じなんですけど、今回に関しては動画作らなくてもいいかなっていう感じで、リラックスを優先にしたいと思っています。なので、帰ってきた後に、どうだったかとかいうお土産話みたいなものはしたいと思ってるんですけど、動画を撮るかどうかについては未定ですので、ご勘弁いただければと思います。で、行き先についても内緒にしておきたいと思います。すごく意地悪ですよね。でもね、メンバーさんだけにこのバカンス中もコミュニティ投稿を使って撮った写真だとか日記のようなものをその都度ご連絡しようと思っています。なので気になる方はこの機会にぜひメンバーに登録していただけると私もとても嬉しいです。で、もしかして現地でもね、夜なんかは Wi-Fi が通じますので、いろんな情報を得て、また皆さんに緊急でお伝えしなければいけないこととかあるかもしれません。その時はひょっとしたら動画を撮るかもしれないですけど、基本的には私はこの期間中はリラックスを優先にしたいと思っていますので、ご了承いただければ幸いです。で、ここしばらく主人と息子の大輝がビデオに出場していないんですけど、この機会に皆さんにご挨拶したいということで呼んでくることにします。ベニテバイカオ久しぶりですよね。2人とも元気ですということで、この3人でバカンスに行ってきます。バカンスの様子が気になる方はぜひメンバー登録をお願いします。そして今後も世界情勢とか日常の生活のことを皆さんと共有しながら、このグローバリストたちに対抗して頑張っていきましょう。それでは皆さん、また2週間後ぐらいかなにお会いしましょう。チャオチャオチャオ